ベーシストのフリーはロック的なスラップ奏法を見せる。スラップ奏法はベースの演奏方法の一つ。スラッピング、チョッパーとも呼ばれる。スラップとは英語で打つという意味の動詞である。電気を通していないベースはアップライトベース、ダブルベース、ウッドベースなどと呼ばれる。これらはコントラバスと同じだが、コントラバスはクラシック音楽において弓を使用して演奏される。 奏法としては以下のような奏法が存在する。いずれの奏法も弦を指板状に叩きつけることでスネアドラムのリムショットのような音が鳴り、通常の音色に画楽器的な表現を加えることができる。古くは覚醒期のない頃、スイングジャズのビッグバンドでベース奏者が大きな音を出すために用いたが、後にロカビリー、ネオロカビリー、サイコビリー、ジャズ、 カントリーその他で使用されるようになる。初期は1920年代から30年代のスイングバンド、スイングオーケストラで使われた。エレクトリックベースにおいてのスラップ奏法は、親指で弦を叩くように弾く動作と、人差し指や中指で弦を引っ張って指板に打ち付ける動作があり、この二つの動作を組み合わせることで打楽器のようなパーカッシブな効果が得られる。基本的な弾き方としては、 サムピングで低音源、プリングで高音源を奏する。誕生以来、主にファンクで聴かれたが、現在では様々な音楽ジャンルの楽曲で使われているようになった。スライファミリーストーンのメンバーだったラリー・グラハムは、自身がドラムレスのバンドで低音源のサムピングを、バスドラム、高音源のプリングをスネアに見立て奏したのが、始まりだと語っている。しかし、 スラップの元祖には異論が多くあり、同時期の音楽シーンで自然発生したのではないかとの見方もある。他に、ブーツイ、コリンズ、バーナード・エドワーズ、ルイス・ジョンソンだが、楽器を腰より上に構えるか、腰より下に低く構えるかで、親指の角度と共に奏法が変わる。そのため、低く構えるベーシストの中にも複雑なスラップ奏法の際には、モニタスピーカーや台に足を乗せ、 高く構えた時と同様の高さに持ち上げるベーシストもいる。日本におけるスラップ奏法の思想は、米軍基地でアメリカ人の演奏を見て、スラップ奏法を始めたジャズ、ロカビリーのベーシストが存在し、誰が最初に始めたかを特定するのは困難である。ただ、田中明宏は自身の証言として、日本で最初にチョッパーを始めたのは誰なのかと検索すると、 ご当地りって出てくるのね。でも、僕の方が先ですと語っている。日本のスラップベース奏者で、ファンキーな特徴をよく表現しているのは、吉野やセントラルステーションに在籍した、六川正彦、福田育次郎がまず挙げられる。他に、成瀬義弘や、大阪モノレールの大内岳、中村大らもいる。日本の音楽界に広がったスラップ奏法は、日本独自表現で、 チョッパーと呼ばれたが、英語では、スラッピングスラッピングが一般的である。ただし、ラリー・グラハムが自身の教則ビデオ内でスラップなど他の名称と並べ、チョッパーという呼称も紹介していた。一部の教則本などでは、スラップとチョッパーを別の演奏方法として紹介する場合もあるが、これは日本独自の解釈である。注意点として、エレキベースでのスラップ奏法は、 瞬時に高いエネルギーの信号を発生させるため、ロック等で顕著な大音量で弾いた際にスピーカーを故障させたり、真空管を用いたアンプに至ってはアンプそのものを故障させる可能性がある。そのため、スラップ奏法を行う際は、右手のコントロールで確実にダイナミクスを調整するか、音量を抑えるリミッター、コンプレッサー等のエフェクターを使用して、 課題入力を防ぐことを考慮しなければならない。ありがとうございます。